それを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。大好きな歌です、チキンライス。貧乏って何って考える、へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃、昔話を語り出す時まで貧乏自慢ですかという顔するやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせてくれ、最後は笑いに子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。チキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなものなんでも頼めるさ、スーパーに湯気が立ち込める見事、見えた笑顔が今も忘れられない。無理クリスマス、そんな中ありがとうございます。